YouTube をご覧の皆様、こんばんは。テレビアニメヴィンランドサガトルフィン役の上村優斗です。この番組はテレビアニメヴィンランドサガシーズン2開始に伴い、ゲストと一緒に魅力や裏側を思う存分語ろうという番組でございます。今回のゲストご紹介したいと思います。この方です。皆さんどうもこんにちは。レイナルの声を担当しました竹内俊介です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ようこそ。いやービンランドへ。ビンランドへ。すごい、なんかでっかいビルとか建てますけど。都心にもビンランドがあるんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。残りにもビンランドあるんですよ。あるんですよ。ということで、いや、いいじゃないですか。今日はね、こんな焚き火を囲みながらちょっとね、いろんなお話、ヴィンランドサガのお話を熱くね、はい、語り合っていこうと思いますので、わかりました。よろしくお願いいたします。シーズン1はまあ僕参加させていただいていたんですけれども、主人公ですから。そうですね。でも最初はあの幼少期から始まって、石上静香さんがトルフィンを演じてらっしゃって、自分の出番はなかったんだけど、1話から6話までの石上さんが出られてる回、ずっとアフレコ参加させてもらってて、なんか見学とかもね。そうそう、石上さんが演じているそのトルフィンの葛藤とか苦悩をもうダイレクトで受け取ってたから、その上でやっぱ7話から自分が青年トルフィンとして頑張っていこうってなった時に、いわゆるもうアシェラットたちの部下たちがいっぱいいてっていう、本当にバイキングのあの船内みたいな賑やかな雰囲気の中で、こう孤独に役に向き合いながら、こう憎しみを、もう憎悪をずっとこう自分の中で育ててた感じで、確かになんかその輪とこう混ざってはいけないって言ったらあれですけど、うん、そう、なんかあのもちろん楽しい空気感のアフレコ現場だったんだけど、トルフィンとしてその現場にいるってなった時に、ここで和気あいあいとするのはなんか今の自分からするとちょっと違うかもしれないと思って、アシラット役の内田直也さんがずっと隣にいてくださったんだけど、全然喋んなかった。あ、まあ、でも多分じゃあね、内田さんもきっと、そうそう、察してじゃないですか。そう、察してくださって、そこまで多く会話をすることはなかったけど、やっぱりマイク前でその自分の中でグツグツ煮えたぎるものをぶつけるっていうような感じだったんで、なんかすごく集中して臨んだ現場だったかなって思いますね。あれ、じゃああれ一番その息の時でよくコミュニケーション取った方とか、そういう意味ではあのビョルン役の安本さんが結構そのあのアシェラットの部下でもあり、その部下たちをまとめる役割も果たしてくださっていて、それがまさに本当に安本さんが現場でもそういう立ち振る舞いをしてくださったので、そこでは結構サポートしていただいたりとかもあったし、やっぱり自分はトルフィンとしてその場にいるから、かなりこう自分の中でこうなってた部分があって、それをあの大塚さんがあのさしてくださって、ガヤ収録の時に参加しなくていいよ、君は主役だから、そこで今得た感情をぶつけることに全神経を注いで、なるほどなるほど、あとは全部俺たちがやるから言ってくださって、いや申し訳ないなと思うと同時に、そう言ってくださるからには自分はトルフィーを全うしようと思って、2019年のシーズン1を受けて、多くのファンの方々の応援の結果、シーズン2が3年ぶりに帰ってきます。去年のグローバルファンアート企画というイラストを投稿してもらう企画も大盛り上がりで、こちら、そう、先ほどにちょっと拝見させていただいたんですけれども、海外のファン含む700件以上の作品が投稿されたそうです。みんなアニメーターとして引き入れちゃったもん本当に上手だったもんね。完成度高くなるんじゃないかみたいな。確かに各々のなんか中で、なんか焦点を当てたい人物がこういっぱいいるんだなって感じがファーッと見てると伝わるというか、ただ例えばトルフィンとかアシラだけじゃなくて、なんかこの人のこういうところも魅力的に持ってますみたいなのがすごく見れるのがファンアートのいいところだなと。そうだね。今回初登場のエイナルを演じた竹内君、はい、エイナルはどんなキャラクターですか？まあ、一番大事なところは戦士ではないということで、一番その今回その作品を見てくださる視聴者の目線に一番近いキャラクターがエーナルなのかなという思えるというか、そういうところの世界に
要するに自分が入り込んだら多分絵になるみたいな体験をする可能性もあるなっていうところをなんか今回感じ取りながら見ていただけたら非常に面白いんじゃないかなと思いました。やっぱり絵になるって自分からこう何か野望があったとか人を巻き込んで何かしようっていうよりかはやむなく巻き込まれてしまうとか、そうだね、そういった意味ではよりそのヴィンランドサガっていう作品自体をより皆さんの心に近づけさせるというか身近に感じさせるような役割を持ってるのが絵なのかなというのをすごく思いながら、まあ演技においてもちょっと意識しながらっていうことですね。ちなみにその演じる前に多分顔合わせというか、はい、いろいろこんな感じでいきましょうっていう打ち合わせをしたと思うんだけど、それもでも珍しい方ですよね。そうだよね、あんまりないんですよ事前に打ち合わせ日みたいなものを設けて、うん、この作品についてはこうですってお互い話し合う、うん、やっぱり監督の目指すべきヴィンランドサガがもう明確にあるからこそ、うん、まあ、そこをしっかり自分たちとしても共通認識を持って進んでいきたいなって思われたから、ありがたいですよね。例えば A なるとかも原作よりもうちょっとその日常の描写とか心理描写がちょっと、うん、あの追加されてたりとか、そうだよね、だから原作ではこうだったんですが、うん、僕はもうちょっとここを掘り下げたいのでこういう風にしますっていうのを最初の方にこうちゃんと書いてくれる、うん、くださるからすごく分かりやすいというか、本当に素晴らしいリーダーですよね。そうだね、本当舵取りしていただいたなっていう感じが印象深くって、うん、確かに結構その本番終わって休憩時間こっちに来て、ね、話しかけてください。そうそう、コミュニケーションすごい取ってくれるから、うん、そこが嬉しかったな。僕らはでも、うん、日常会話が多かった多かったね。ファンシュージュっていうファンの資格取ったんだよみたいな話が聞いてました。何すかみたいな、何すかまずファンシュージュってみたいな、ね、確かにシーズン1の時は取ってなかったそうか実はそうそう実はねファンシェルジュとか、ね、おすすめのパン屋さんあそうね、聞いたりとかね、聞いたりしました。あとは竹内くんからおすすめのお花屋さん聞いたりしましたここの植物すごい綺麗なんですとか思い出した思い出した、観葉植物、そう観葉植物話とかですよね。そうそう、結構そういうフランクな会話もしつつ、うん、全然シーズン1とは違う、うん、その辺の和気あいあいとするというか仲間って感じが、そうですね、うん、ある種だからそういう意味では勢いっていうよりかは一人一人こう丁寧にコミュニケーションをとって、うん、お互いの本来の会話のテンポ感とか、うん、なんかそこら辺はつかめたらいいなっていうのはなんとなくテーマとしてはあったので、うん、僕はとあるバスでもう本当に僕とどなたかっていうのでがっつり掛け合いをするところがあって、それがまあ、内田直也さんと松田健一郎さんと竹内くんだった時があって、すごいね歴史を感じたんだよねどういうことですか、それ歴史を感じる。いやだってアシェラットとお父さんとそしてエイナルと、そんなに言葉数多くなかったトルフィンがそうやって会話劇を繰り広げていて、そこにはすごい強い感情があってっていうのがすごく、なんていうのかな、トルフィンの生きてきたその証というかその奇跡を感じたなと思って、うん、あのシーンはすごく印象的だったな。ちょっと全然関係ないですけど、うん、いや何がどうっていうあれじゃないですけど、うん、やっぱサガやってる時は芝居頑張ってるなって感じお互いなんかいや分かるよ、俺、うん、やっぱり芝居にすげえ真剣になってるなって感じを実感できるのが、うん、すごくなんかこう声優としてありがたい現場だなって思えるというか、楽しかったよね。なんかいろんな感情を考えてその上で声を発するのも、まあ、何よりやっぱり薮田監督が感情を優先してくださいっていうのを常に言ってくださってたからこそ自由度高くできたなというか、逆もしかりで、うん、じゃあ今の、やりやすいようにって言い方したらあれですけど、うん、思うがままにやってみた自分はベストだったのかどうかっていうのも、うん、ある種そう任せてもらえるっていうのは自分の責任感も大きくなるって僕はなんか考えて、そうだね、うん、すごくなんか成長させてもらえる現場だなと思ってましたし、ね、温かかったよね。
いやでもだから昔からでもそうなんですけど、ちょっと影のある主人公をやる人はほんとピカイチっていうかだからなんかそういう系のキャラクター見るともう上村さんの声がもう僕再生されちゃってて、でもそれ現場でも言ってくれたね。いやすごく嬉しかったよ。それなんかなかなかできないというか、まあでも特にやっぱりトルフィンに関してはそのネガティブな感情から発する叫びとかがめちゃくちゃ多かったんで、なんかその辺はなんだろうね、やっぱ自分を見つめ返しながら演じたかなっていうのは。いやでも上村さんの叫びもいいっすよねただこうかっこいいだけとかじゃなくて、いろんな感情が乗っかったいい音が上村さんが出るんすよ出るんすよねですいやいやありがとうございます。それがやっぱすごいなと思って。いやでもそれはねシーズン1を得たからこそかもしれないね。そうなんですね。かなりその時もトライさせてもらってたんで、なんかその矢蓋監督からもその怒りのアウトプットを結構イメトレしてくださいってことはよく言われて、怒りのアウトプットイメトレ、いやご本人にそれを言ったら、あもうそんなこと言ったの覚えてないっすよとか言うなんて無責任だと思ったんですけど言っといて、そう言っといてやったのにそうだよとか思ったんですけどでもなんかそれがいい経験値となってシーズン2にも生きたかなとはすごく感じているので、いやそう言っていただけるのはすごく嬉しいですね。竹内くんがその感情的に思いっきり叫んだりとか思いをぶつけてるっていうのをそこまで聞いたことがなかったから すごいかっこいいなって思いました。 ありがとうございます。なんかやっぱり低音であのすごく素敵なお声を持っているっていうのは思ってたんだけど、なんかそういうことではなくて、なんていうのか作ってないその、そのままの声が本当にエイナルにぴったりで、なんかね普段の声がかっこいいからこそそこになんかエイナルとしての感情が乗った時の思いの強さをぶつけるその言葉がすごくいいなと思って、刺激になってなんか何度もこう引っ張られそうになってさ、そこにでもトルフィンとしてはまだ行かないぞっていう気持ちでやらせてもらってたから、いや頼もしいなって本当に思ってた。さまでもいやいやいや、あちょっとお酒とかないですかこんだけこんだけアウトドア感あんのにないんだよね、乾杯したくなっちゃうわやっぱりですね、収録当時からそうなんですけど、もう絵のクオリティがすごくてですね、その表情を一つ一つ細かく描いていただいていて、そこに僕たちのお芝居も乗せていく形で一緒に作らせていただけているなというのが、まあ、一つやっぱりポイントなんじゃないかなと思っていて、なので、シーズン1とはまた違ったその空気感であったり、もう風景とかちょっと静寂のあるその感じとか、そういうところを細かく見ていただけると、よりシーズン2を楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、本当にワンカットワンカットぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いいたします。まあ、今回のシーズン2の魅力は、まあ、なんといっても武力っていうものに対して人はどう向き合っていくのかっていう、愛絶対にこう理解し得ないもの同士がこう対立した時にどうしても生まれてしまうのが武力っていうことなんですけど、でもそんなことしなくても話し合うこととか、その人間の頭の思考の中だけで人間同士の問題っていうものは解決できるんじゃないかみたいなものをすごくテーマにしているような気がするので、なんかそこら辺をぜひ注目していただきながらシーズン1とシーズン2の違いを楽しんでいただきつつ、ワンから変わらない普遍的なテーマみたいなものを楽しんでいただけたら幸いですかね。ありがとうございます。ということで引き続き相棒として、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は竹内くんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。テレビアニメヴィンランドサガは東京 MX、BS11 他にて毎週月曜24時30分から放送中です。そして各配信サイトで絶賛配信中です。詳しくは番組の公式ページをチェックしてみてください。見てね見てね。